マーク・コールマンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー、オハイオ州フリーモント出身、ハンマーハウス主催、元 UFC 世界ヘビー級王者、プライドグランプリー2000優勝、UFC 殿堂入り、後に総合格闘技の定席となる戦略の、グランドパウンドを確立し、ドンフライ、ダンスバーンらと並んで、 デスラーの総合格闘技における可能性を開拓した人物であり、海外ではグラウンドパウンドのゴッドファーザーと称される。初代 UFC 世界ヘビー級王座を獲得しただけでなく、プライド初のトーナメントプライドグランプリー2000優勝を成し遂げるなど、初期総合格闘技の日米メジャー団体で大きな活躍を見せた。なお、グラウンドパウンドの語源は、 UFC14 の試合前にジョー,ローガンといったインタビューでコールマンが発した言葉から来ている。エメリアエンコ・ヒョードルと対戦するコールマン高校時代にフリースタイルで州王者。オハイオ州立大学時代は NCWA ディビジョン1で1988年に優勝。1991年レスリング世界選手権フリースタイル 100kg 級2位。 1992年、バルセロナオリンピックレスリングフリースタイル7位という競技実績を残し、オハイオ州でレスリング殿堂入りする。レスリングだけでは生活が苦しかったコールマンは UFC 参戦を決意する。きっかけとなったのはアメリカのケーブルテレビでたまたま放送していた UWF インターナショナルの高田信彦の試合で、その試合で高田と戦っていたのは、 コールバンと同じレスリング出身者のゲイリー・オブライトであった。1996年に UFC へ参戦すると UFC10、UFC11 UFC のトーナメントで優勝。レスリングのバックボーンを生かしたタックル、頭突き、パウンドという後にレスラーの基本戦法となる戦い方を確立し対戦相手をパワーでねじ伏せていった。1997年2月7日 UFC12 の初代 UFC ヘビー級王座決定戦でスーパーファイト王者のダンスバーンと対戦しネックロックで一本勝ちを収め王座獲得に成功した1997年7月17日 UFC14 の UFC ヘビー級王座の防衛戦でモーリス・スミスと対戦し0から3の判定負けで王座から陥落した UFC で圧倒的な 強さを見せていた、コールマンのまさかの敗戦に UFC 史上最大の番狂わせの一つとされた。膝の前十字人体の手術を受け一年近く、戦線を離脱。1998年5月15日、UFC17 でピート・ウィリアムスと対戦し、スタミナ切れを起こしたところにまともに右ハイキックを顔面に受け小負けを喫した。その後プライドに参戦し、プライド、 こで、高田信彦と疑惑の一戦を戦った後、プライドグランプリ2002エントリー。持ち味を生かしたタックルから押し込みというファイトスタイルで200年1月30日のグランプリ開幕戦で、佐竹正明、5月1日のグランプリ決勝戦で、庄司明、藤田和幸、イゴールボブチャンチンを破り優勝を果たした。決勝で勝利すると、興奮して、 トップロープに登ろうとして足を滑らせ、転んだり、そのままリングから駆け降りて花道近くのファンと喜び合うなど嬉しさを爆発させた。2001年9月24日、プライド16でリングスコック2001王者アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、ノゲーラの打撃の前に終始圧倒され、最後は腕ひしぎ三角固めで敗北。その後首の負傷で、 長期戦戦利月を余儀なくされた。2003年6月8日、復帰戦となったプライド26では、因縁の対決と呼ばれたドンフライ戦を行う。しかし、首が感知していない中での試合で、勝ちはしたものの思ったようなパフォーマンスができず、双方とも消化不良の試合となった。さらに夫人との離婚調停が進み、マナ娘二人の親権を失ってしまう。 その後、躊躇していた首の手術を結構し成功。2004年4月25日、プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級、グランプリ1回戦で、ヘビー級王者エメリアー・エンコ・ヒョードルと対戦。ヒョードルを2度にわたって、テイクダウンし、一時はバックからスリーパーを狙うという、後期も作るが、最後は、下からの腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。 2004年12月31日、プライド男祭り2004で、弟分的存在であるケビン・ランデルマンが、ミルコクロコップに、リベンジされると、弟のアダウチと称し2005年2月20日のプライド29で対戦。再三にわたり、タックルを観光するも、すべて切られてしまい、最後は、パンチラッシュで TKO 負けを喫した。 しかしそのリング上で、アイウォンとクイッ i と叫び続けるコールマンには、温かい拍手が送られた。2006年2月26日、プライド31でミドル級、グランプリ王者のマウリシオ将軍と対戦。コールマンのタックルで将軍が右肘を脱球し、レフェリーストップによる TK を勝ち。10月21日、母国アメリカで開催されたプライド32では、 エメリアー・エンコヒ表ドルと再戦するも、再び腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。2008年3月1日、UFC82 でオクタゴンに登場し、UFC で5人目の UFC 伝道入りを果たすと、改めて現役続行を宣言するとともに、UFC への復帰を表明した。2008年8月9日、UFC87 でブロックレスナーと対戦予定であったが、 膝の負傷により欠場となった。2009年1月17日、2年3ヶ月ぶりの復帰戦及びライトヘビー級転校初戦となった UFC93 でマウリシオ将軍と再戦し、右アッパーで TKO 負けを喫したもののファイトオブザ・ナイトを受賞した。続いて参戦した UFC100 ではステファン・ボナーに判定勝ちし、 UFC12 来約12年半振りとなる UFC での白星を挙げた。2010年2月6日 UFC109 のメインイベントでランディクー・トゥアと対戦。UFC 電動入り選手同士の対戦となったがチョークスリーパーで一本負けを喫した。2013年3月6日自身の Facebook で引退を表明した。総合格闘技と 並行して、ゼロワンやハッスルのリングにおいて、プロレスの試合も行っている。ハッスルでは初期に高田モンスター軍所属だったが、失態続きで追われると酒好きのキャラクターを演じ、マークアルコールマンというあだ名が付けられた。その後は、ハッスル軍を去った、坂田渡ると共に長州寺からとの抗争で活躍し、裁量2と共に、坂田軍団の礎を築いた2015年年末。 リジンファイティングワールドグランドプリー2015埼玉 3D エイスにて、かつてのプライドレジェンドファイターとして、キースヒーリングと共に来日。ありがとうございます。